その時、確かに誰かが私を呼ぶ声を聞いたのです。私は優子。普通の女子高生だった私は突然この無限界に呼び込まれたのでした。私を無限界に呼んだバリスの剣、その剣を頼りに私は何も知らない世界をさまよう。バリスの力、その力を使って長い間無限界を守ってきた幻想王女バリア、そしてその王女を捕らえバリスの力を手に入れようとする無限魔王ロムレス、全次元崩壊の危機。それを救うには魔王ロムレスを倒すしかない。バリスの戦士に選ばれた私はロムレスの城を目指して旅立ちました。阻むロムレスの魔物たち、そして ここで終わりよ、優子。レイコ、どうしてここに？あなたと同じよ、最も私の方が少し早かったみたいね。じゃあ、レイコも？ええ、でも今は違うわ。なぜ？クラスメイトじゃない。ログレスは私の全て。私を倒さなければログレスは倒せない。ログレス、許さない。無限界の危機、バリスの剣を手に戦え優子。魔王ロムレスを倒すのは君だ。ゲームソフト無限戦士バリス、8月21日発売。眠らせない。